はい、こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は見逃してしまうとかなり痛い、後にかなり響いてくる、まあ、スペシャルキャンペーンが始まりましたので、こちら一緒に見ていきましょう。はい、まあその中でね、注意点だったり、必ずやっておくべきことってことがありますので、その辺もね、しっかりチェックしていきましょう。はい、ということで何のキャンペーンかというと、テレビアニメ第5期僕のヴィランアカデミア編のクライマックスログインボーナスということで、今日のね金曜日から、来月の10月の15日までログインボーナスということで、これだいぶ長いね、こと、続けられるみたいです。ただ1日1回期間中合計で7回配布ということなので、まあ累計ログインだよね、これ。毎日15日まで毎日1つずつもらえるとかっていうわけではないので、まあ、期間中ちょっとログインこの日忘れちゃったっていう時でも一応安心にはなるんですけど、まあ、毎日プレイしてる人にとっては毎日何かしらくれてもよかったと思うんですけどね。はい、まあこれは、ね、まだあれですよ、そこまでね、ジェムに関しては100個、まあ100個でも割とこのゲームの中では大きい方だとは思うんですけど、はい、まあもらえるものはしっかりこれはログインしてもらっておきましょう。ただ本題はここではない、本題はここではなく、こっちね、このクライマックスキャンペーン、これが激アツなんですよ。で、今月このようなクライマックスキャンペーンとかね、まあ、これに似たような準ずるようなキャンペーン来てなかったので、まあ、これ非常にありがたい。で、何が始まるのっていうと、もうすでに金曜日今日から始まってるんですけど、まずヒーローベースでのアイテム獲得量が 1.5倍、これ日曜日の23時59分までということになってて、まあ3日間だね、3日間ヒーローベースでのアイテム獲得量 1.5倍、まあすでにお気づきの方もいるとは思うんですけど、いつもよりねもらえる量が増えてると思うんですよ。これが日曜日まで続くと。でさらにその明けて月曜日から V タワーでのドロップアイテム量が2倍、まあつまりまああれコインだよね、 V タワーのコインがいつもの2倍手に入るというところです。まあオールマイトとかね、まあその他いいアイテム、まあ最近強化アイテムが増えたりとかっていうところもあって、まあオールマイトね、すでに集めきっちゃってるよって人でも、そういったところの強化アイテム狙いで V タワー周回して集めるってことが非常に重要なので、まあこちらも必ずね回すようにしましょう。そして9月の23日強化クエストでのドロップアイテム量が2倍になります。こちらコインだったり、それから強化バーとかメモリーのね A バーとか、そういったものが2倍になるということの、リキッドかメモリーのリキッドが、まあ、2倍になるということなので、こちらもねログインしたら、まあ、ミッションもありますので確実にこなすようにしましょう。そして一番熱いのはこれだよね、やっぱりね。9月26日日曜日から来週の日曜から火曜日までメインクエストのノーマルハードでのドロップアイテム量が2倍、コインは対象外となります。はい、これがね、まあ、一番いいところですよ。この3日間に限っては全てのドロップ、まあ、メインクエストのドロップが2倍になるので、キャラのね育成タイムですよ、キャラの育成タイム、これが非常に大きいんじゃないかな。で、あともうこれウルトラアリーナが、まあ、9月末で終わってしまうっていうところもあって、まあ、ウルトラアリーナ最後の駆け込みの最後の育成タイムになると思うので、まあ、ここ逃すと、まあ、だいぶ痛い。で、またね、多分ね、またこの10月の頭くらいからおそらく、まあ、新しい V タワーとかも始まってくんじゃないかな。もうすでにもう始まってるかもしれないけどね、来週も早ければもう来週末とか新しい V タワー始まるんじゃないかなっていう気もしてるので、まあまあまあ、その V タワー用でもウルトラアリーナ用にしても、まあ大事な育成チャンスになると思うので、これは逃せないね。で9月の29日 USJ でのドロップアイテム量が2倍と、こちらもまあ USJ も割と強いメモリーとかもね交換できたりとか、まあ、もちろん市場のガジェットとかね、そういったアイテムも交換できたりするんで、まあ、この USJ コインも非常に重要なアイテムでもあるので、こちらを忘れずにね期間中は全て周回するようにしましょう。そして最後だね、10月の2日の土曜ヒーローベースなんかアイテム獲得量 1.5 倍がもう1回来るんだね、もう1回来るみたいです。まあ、こちらも普通にログインして、毎日ベースから受け取っていれば簡単にねゲットできるものなので、こちらも忘れずにやるようにしましょう。で最後に、まあ、注意点ですよね。で結局
今から何をしておくべきかっていうことなんですけど、このキャンペーンの中で一番重要なものってやっぱりこのメインクエストとのドロップアイテム量2倍なんですよ。で、普通の例えば今日みたいなね、何もない平日の時にメインクエスト周回して石割って周回するとかするよりは、この日のためにドロップアイテム量2倍になる日のためにスタミナ等は温存しておいた方がもちろん効率がいいわけですよね。今回すよりは圧倒的に単純に2倍になるんだから効率が。ということで、まあ例えばね、課金しててスタミナ課金してる方は結構、まあ、それなりに入りにいるじゃないかなと思うんですよ。この定期コースのね、これだね、スタミナプラススキップチケットをお届け21コース、これが28日で21回、合計スタミナ量が3150届くっていうね、こういう課金パックがあったりするんですけど、これってボックスに届くんで、プレゼントボックスにこんな感じでね届くので、まあ、今日の分だと20日目のアイテムだとしたら、このスタミナ150届きましたよっていう感じで、まあ、届いてくるんで、まあ、これも受け取り期限あるからね、1週間前からしか、貯めることが一応できないんですけど、この課金パック買ってる人であれば、これは全てボックスに留めておきましょう。その日までにね、ずっと。で、この分のスタミナがその当日、ドロップ量2倍としてアイテムとして返ってくるわけですから、今使うよりは単純に2倍効率がいいわけだよね。2倍の同じスタミナで2倍のアイテムゲットできるんだから、これでライバルとの差がつけられる。ウルトラアリーナだったり VE タワーとかね、そういったところで育成効率がこれで2倍変わってくるからね、他の人と比べるとね。全く例えばね、 B さんと自分が A さんで、もう一人 B さんがいたとしたら、B さんと全く同じクエスト、全く同じキャラを育てても、ちゃんとスタミナ温存しておいて、その日のためにちゃんとスタミナ2倍の時に効率よくクエストを周回することができれば、その B さんよりも2倍自分が成長することができる。非常にだから重要だったりするんだよね。まあもう分かりやすい、PVP っていうね、ウルトラアリーナが出てしまったことで、まあ、成長させ、キャラの成長というのは非常に重要になってきてるんで、はい。まあここをね、逃すとマジで痛いと思うんですよ。特に、最近始めたばかりの方とかね、ウルトラアリーナも、最初からやってるガチ勢の方には全然届かない。もうすでにレジェンド行ってる方も、まあ何人かいるみたいですけど、まあ僕もまだトップリーグのクラス2かな、トップリーグのクラス2で、まあいるような感じなんですけど、まあまあまあそういったところでね、もうすでにトップリーグのクラス3とかクラス4の方も当然いらっしゃるので、そういった方に追いつくためには、こういったところでね、キャラの育成していくしかないんですよ。ということで、スタミナはね、1でも無駄にできない。ということで、スタミナはとにかく温存。で、もう一個ね、前日というか、厳密には、この、始まるのがね、9月の26日の0時からなので、9月の25日の土曜日の夜中、23時過ぎに、スタミナは999にしておきましょう。石割って。その日は。そうすることによって、スタミナ999の、保持したまま次の日を迎えられ、アイテムドロップ量2倍の日を迎えられるので、その分ね、スタミナ999をそのまま全て使って、でさらにその日曜日分もまた石のね、石回復、スタミナの石回復がこれね、ジェムで使うやつがリセットされるので効率がいいんですよ。ちょっとまあジェムをね、スタミナにジェム砕くことになるんだけど、まあ育成のことを考えたらそれぐらいしても全然いいと思うし、僕は毎回やってますね。スタミナ999にして次の日迎えるっていうのはね、はい。ということで、まあ非常にスタミナ、まあそのドロップアイテム2倍の時はジェムを割ってキャラの成長のためにメインクエスト周回ってことも全然いいと思いますので、まあそういった感じでキャラの育成はどんどん進めていきましょう。僕もそろそろオーバーホールね、この間ガチャ動画で出たやつ、育ててるんですけど、まだね、7枚目いきそうな、まだ全然育たないんで、やっぱり。育ってにくいよね。まあ育てにくいんで、まあ、今回のウルトラアリーナ中に仕上げて、最後もうね、レジェンド殴り込みに行きたいなとは思ってるんだけど、なかなか育たないんで、はい。っていう感じで皆さんね、頑張りましょうとか、育成をね。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、
そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。